ピーコちゃんの小屋をちょっと拡張したいと思います。拡張に必要なのはまず角です。角とあとアンテナの長くしたやつと木とこの網みたいなやつとその他です。あと棒ですね。ではやってみたいと思います。それでは組み立ててみたいと思います。まず下に2枚重ねます。ピーコちゃんを出すので糞対策です。次に横をやります。ピーコちゃんを定位置につけます。上に網を逃げ出さないように網をやります。次に椅子などで出ないように固め、座布団などで出れないようにします。これで入り口を開けて出します。これで約2倍の広さのピーコちゃんの居場所が完成となります。ピーコちゃんが出てきました。結構広くなったと思います。最後にピーコちゃんの遊ぶための棒を入れて完成となります。暑さ対策としてクーラーをつけていますが、直接は避けて下に向けてあります。以上です。どうもありがとうございました。